富士原康弘チャンネル。はい、おはようございます。目覚まおはようございます。はい,ますはい、今日はですね、えー、あの都立、えー、富士高校、富士中学校ですね、この中高一貫校の校長お野村先生をお迎えしています。おはようございます。おはようございます。野村先生のこのお公に老なんですが。はい これって功労ですか君労ですか君をですね。君をですね。おです。野村君を、実は今日まで読み方知りませんでした。いやいや、ありがとうございます。<laughs> これ父親がつけたんですけど、はい、公の男になるようにという名前をつけたんですね。なってるじゃないですか。そうなんです。公務員になっちゃいましたね。<laughs> <laughs> はい、ええー、朝礼だけの学校ではですね、富士のボスっていうことで。なんか、あのー、お、こう、なんか、すごい聖望かぶって出てきますよね。<ー>あれ、あれ、何ですか。あの、しろ、白かったりしませんか。ああ、あの、海洋少年団ですね。あ、そうなんですか。かその指導者を。と、得る。ので。あ、やってるので。はい、港区の。海洋少年団。<あ>はい、そうなんだ。そうなんですね。その、ユニフォームのキャップです。 あのー、ちょっとねえ、皆さん見ていただきますと、野村先生、結構あのー、俳優のような顔されてですね、ちょっとロマンスグレーもね、それぐらい髪の毛あると僕もそうしたいんですけど、その富士のボスなんですが、あの剣道の達人でもあるんです、剣道はね、5段ですね、はい、もう取って、6段は取ってないので、そのはい、ずっと。はい ええー、まあこれあのー、実際には例えば士港でその剣道部はありますあります。でそ指導なんかはたまにこうしゃれでやったりもするんですかえっとですね実際に、えー、やったことはまだないんですね<あ>実は。そうなんですか？先生とはやったんですけど顧問のね先生とはや<っ>終わってからみんなが終わってからああそうなんだ、はい。やったりはしたんですけど、えー、そうなんですかはい。はい。でああのー、まあ 優秀なあの教員から校長になった方はみんなそうなんですが、都教委の,あの経験があるわけですね。で、都教委医というのは、そまあ全国にその小中高の教員が60万人以上いると思うんですが、はい、6万人ぐらいですね、東京都にいて、はい、その中でですね、えー、それをまあマネージメントするっていう、ものすごい仕事なんです。はい、都教委って、あれ、どれぐらい人数いるんでしたっけ結構。え相当い,いますよね。ですよね数的にいます なんかあの、はい、えっと都庁のあのフロアであの結構なんか何フロアかいましたっけ？四階ぐらい閉めてますね。そうですよね。はい、四階ぐらいあります。そうなんですよ。だから非常に大きな組織で、もちろんそこであのまあ、えー、都が直接管理するのは高校なんですよね。で,でね、えー、高校を直接やっていてあれトリスコ店、はい、何百校あるんですかね？トリスコは今百八十ぐらいですかね。そうですか。はい。 あとは特別支援学校が50校ぐらいありますので、はいはい、昔の養護学校、はい、今は特別支援学校ですね。それを加えると、もうあのそういう200とかですね、200を超えてますね。はい、で、えー、っと、まあ何回もです、ね、現場と東京医を行き来するっていうのがですね、エリートのパターンなんですけども、はい、あの馬先生も東京医ではその割とその新規事業ですよね、はいあの、小中一貫校を作るとか。はい バカロレアあの国際バカロレ,レア校だったり、はい、そ,そんな感じでこう結構新規授業が多かったんですよねそうですね最後の3年間は教育改革推進担当課長ということで都立の小中高一貫校ですよね、うん、この4月にいよいよ開校ですけれどもそうなんだはい30倍ですよいえねすごいですよね、うん、はい。 えー、それもね、あの立ち上げにあの関わるってことをされたんですよね。そうですね。あとは新国際高校ですね。はい、これがですね、はい、あの白金高輪の駅前にできるんです。<ー>その土地土地もですね、うん、自分でどこがいいかっていうのを回ってですね、ここにしようと決めたんですね。そこまでやるんですか。や、やります <laughs>。これも人気になりそうですよね。そうですね。かなり地元の期待も大きいですよね。やっぱりあの新国際高校っていうのは 国際,高国際高校と、えー、理数の高校が一緒になったような学校で全員にいわゆる国際的な教育と理数の教育を学ばせるんですね通常は文系とか理系とか分かれていたりするんですけどもやっぱりリベラルアーツこれは世界の潮流なので、えー、全部学ばせようというような学校を作ります。 それは楽しみですよね、はいえー、でそういう、まあ、新規事業も取り組まれてきたわけですけども、はい、あの実は、えー、野村先生はあの若い頃に東京医であの井出さんっていう人にですね はい、えられたりしていていその井出さんは、ねあのまあ、杉並区の久我山であの校長やったりした人なんですけども教員の頃に、はいえー、日本で初めてコンピューターを導入した教育をやったり非常にあの、はい、先進的な人で、はい、あのちょっと面白いのは一方で、えー、そう小学校に教員として通うのにスカジシャコタンのスカジで通ってたっていう <laughs> なかなか行きなんですけどこの人がやっぱ行政の能力があるんで、はい、え京に。はい 召し上げられて、はい、最後は副部人事の副部長でも誰をその管理職にするか校長にするかみたいなところから、はい、あの最後は指導部長というですね、はい 小中学校席でおそらくもうあのソフト分野の最高位ですよね、6万人の教員の,あの、まあ、小中の教員の指導をする指導部長までやって、杉並の教育長に、はい、あの来られまして、えー、僕は、まあはい、本当にあのタッグで来ましていただいて、おそらく僕はあのもう何百人と会ってますけど、全国で最も優秀な教育長おだったと思いますね、この,、はい、この4月までかな、ねはい、やられてましたよね。はい、はい えー、その訓導も受けた野村先生なんですが、はいえー、野村先生は実はその新規事業をそういうふうに立ち上げてやってますと普通はあのなんかこう、えー、本流のとこから浮いちゃうように思うんですが、はい、あの富士工の校長として校長都立校の校長の校長会っていうですね、はい、校長の中での,での校長みたいな、はい、それもやってらっしゃるんですよね。 そうですね東京都の公立高等学校長協会長ということをやっています、ねうん、なので本流中の本流なんで僕は非常に期待してるんですが <laughs> でまずあのその富士のボスのです、ね、野村先生に富士高校、はい、についてですねちょっとね、あのー、紹介してもらいたいと思うんです。はい、中野富士見町のそばにあっておそらく、はい であのー、こう丘の上にあるんで、昔は富士山が綺麗に見えたから、はい、富士高校なのかなっていう気もしますが、そうですねちょっとその今年100年、えー、そ<う>去年か、100年を迎えた、はいまあ、歴史のある学校で、もともとあれですよね、僕が出た都立青山高校と同じで、あの女子の学校なんですかね、はい、大五高等女学校ですね、フのはい、はいはい それが今、あの本当にあのものすごい立派な学校になっているんですが、はい、ちょっともう遠慮なく PR してーとどう違うのよみたいな、はい。あの富士山はですね、うんあの、実は見えるんですね、校舎の五は,はい。毎朝、私は実は見て写真を撮ってるんですけれども、ははい、はいあの大先ほど言った第五高等女学校、大正9年に創立されたんですけれども、昨年度で、えー、100年ということを迎えています。 富士高校なんですけれども、まずはあのこの4月にスーパーサイエンテハイスクールに、うんえー、指定されたんですけれども、えー、都立では,、えー、はですね、うん、5校だけですね、普通科で<お>日比谷、はいえー、それから、えー、あと立川高校ですね、はいはい、富山高校、それから小石川中等教育学校、うん、そして富士と。 うん、いうことで、結構これは指定してもらうのが大変だったんですけれども、まあ、理数教育が認められたというのと、あとですね、えー、実はイギリスの国立の大学4校と、それからアイルランドの国立大学と、えー、アメリカのこれ、私立なんですけれども、この6校とですね提携を組んで、ですね、えー、3名枠で指定、えー、推薦できるような形で、えー、取っているのは、これはドイツで唯一だと。 おおすごい。なので今年あの春に卒業した生徒が一人、まあ、イギリスに渡ってですね、まあ、優秀な成績で行っていると報告を受けてますけれどもえそのような形で,です、ね、あの世界に、えー、出ていけと世界貢献しろというような形で、えー、生徒を育てています。うん、あのお割とね有名な人の中で僕が知ってる限りは森本武郎さん。 はい高校でしたっけはいはいあとなんか言い,いましたっけそうですねあのこの間百周年の公演で、えー、池澤夏樹先生に講演をしてもらったんですけれどもね。はいサッカー芥川賞作家のはい国家でどうからわざわざ来ていただいたそうなんです,かそうですねかあのリモートだったんですけれども百周年記念式典完全リモートでしようおー そんか割とそう,そういう名前が上がるとなんか文化カルチャーの匂おいしますよね。はい。ええー、<の>山高校はあの僕の2年上に石田純一っていう人がいましたけどもっと対抗できそうだなこれは。結構ですね、えー、卒業生作家の方は本当多いですね和田龍さんなんかもそうですし結構女性の方も有名な方がそれぞれいます。 あれあとなんかあれどなんだっけ銀行じゃなくてはいなんか偉い人いましたよねあ違うか偉い人いろいろいろんな偉らいいろんな偉い人いますよね社,社長さんとかですねい,、はい、いますね松屋の社長さんもここのあ松屋はいあのあのあの牛丼そうですそうですそうなんですよね、えー それは面白いで今、まあ、あの野村先生来られて何年目になりますか。か年目でまあもしかしたらだからあの優秀な人って4年ぐらいでこうね、えー、動いていくので、はい、しらもしかしたらもう1年かもしれないしわからないけど。はい 今、取り組んでいることで、あの一番その、まあ、スーパーサイエンススクールですね、はい、それとあと、なんか、そうですね、英語も、はいはい、先ほど言ったように、あの海外との大学と連携、組んでいますので、まあ、英語教育、推進校ではあるんですけれども、うん、英語でですねあの、ネットを通じて、いろいろなところと交流授業をしたりということをやっています。まあ、あの先生のいた一条高校さんともね、はい、交流授業をやってですね。はい 結構これがあの評判でですね、はい、いろんなところから問い合わせがあったり、ん生徒のスマホを持ち込んでいただいて、それでもう、はい、w i f i の設備はもう打たれてるんですよね。そそうですそうでですす w i f i はですね、全館通じるようになっていますし、はい、もう中学生にも解禁をして、はいえー、使いなさいと。要するに、はい、ギガスクール構想で一人一台端末もらってるんですけれども、それだけじゃ足りないので。 スマホでパパッとアンケートなんか簡単に答えられますのでそういったのを活用しながらですね授業をやった時にもですね今日の授業分かったかどうだっていうようなものがすぐ円グラフでパッと出るんですね生徒がその後授業終わったとクリックをして今日はどうだったっていうのをもう教員がそうやってあの確認をしていますので。 おなかなかこういうのはできていないところも多いんじゃないかなと思いますけどそれはだから生徒のスマホを全部持ち込んで授業にあのもうあの使っていいとつまり机の上であのスマホを使っていいっていうこととそれから w i f i の設備が打たれているっていうことと、はい、それからそのシステムでそれを可能にする C ラーニングを入れてらっしゃるんですか これは、まあ、あの一条高校と同じ方法で、はい、えそれを一条高校もあの来年からあの中学部ができるんでものすごい人気になってるみたいですけど同じよ,ようにというかむしろ先輩格としてあの1年早くですねえ中学生からもうスマホを持ち込ませてあのどういうふうにいい。はい だとただ、あのー、僕もちょっと聞いてるんだけども、やっぱりそうギガスクール構想で、あのー、タブレットが来ちゃって、はい、まずタブレットを使うっていうのは、やっぱりね、先生としては、はい、やりやすいんで,、はい、で、それとそのスマホをどういうふうに活かしてあの、融合的に使っていくかと、そのタブレットとスマホの両方を使うのはい、素晴らしいと思うんだけども、はい、大人もみんなね、あるいはビジネスパーソンもそういうふうにしてますから。はい、はい そこはちょっと慣れるまで時間がかかりそうですよね。そうですね。でもまあ生徒の方が早いですね。あ、先生がな <laughs> あのいろいろやるよりはもう先生これあの例えばチャットでねあげると早いよなんていうことでね先生に逆に提案してますんであそうなのって言いながらやっていきますからか生徒の方が早いかもしれないですね。早い早いですね。慣れま、ね、生徒に任せちゃった方がね。はい。なのでパソコンでやるやるのはパソコンでこう、うん、検索とかねパワってやっ、はい だけどアンケートなんかパパッて返すあるいはチャットでやるって言ったら自分の慣れてるスマホでやった方が早いって、はいうん、生徒がチョイスしますんで。 やっぱりあの発信するその生徒の方から発信させてあの先生に情報を逆流させる動き、はい、それが例えば、意見を言いなさいでもそれから質問でも、うん、あるいはその授業に対する評価でも、はい、そういうものについてはあの結局、スマホでいつも LINE でこうやって自分の気持ちとか考え打ち慣れてるからそ、はい、早いですよねそのタブレットってその発信端末としては、はい、あとと不具合ありますよね。そうでですねなので慣れてるも ものでやった方が早いので、はい、チャットであの文字打つのパソコンで文字打つよりも絶対早いので、これですからね。あいつらの両手クリック入力ってすごいですね。僕なんかこれですからね。早いですよ。百倍スピード違いますよね。そうですね。なので、で今まで意見が言えなかった子もチャットだとバンバン意見を出せるっていうところもありますので、そういった。 普段今まで聞き取れなかったような生徒の考えとかも引き出すことができていくっていうのが有効な活用の一つだと思いますね、ICT どもう一つね、あのこれはあの最初にその藤子を伺ってね、あの野村校長と会談したにあに、はい、あのものすごい僕はあの感銘を受けたんですけども、まあ、メガ都立構想みたいなのがあって。はいはい まあ、例えば、その富士高校には小野沢先生のようなあの非常に優秀な英語の先生いますし、はい、もちろん西高にも日比谷高校にも、あの他の高校にも、青都立青山高校にもおそらくいるはずで、はい、であのそういうその先生がまあ、コロナで続々とオンラインで自分の授業を開けましたよね。はい、はい で結局そのすごいチャンスだったと思うんだけど、はい、なんでその富士高校に入った子は富士高校の先生からしか授業を受けられないかと。うんうん えー、いいじゃない日比谷高校や西高校の先生が、うんまあ、例えば、えーえー、美人の女性の先生から習いたいっていうのもあるかもしれないし、はい、もっとベテランの,そのネイティブな先生からっていうのもそのネイティブな先生にもいろんなタイプがあるから、はいはい、もむしろあのインドのちょっとなまったような先生の方があの、うん、聞きやすいとかですね。どこのの都都立立に入ってもその都立全校の 最初は英語から入ったらいいと思うけども、全部の教科の、はいえー、好きな教員からオンラインで、その知識としては習えると、もちろんあの知識だけじゃないんで、学校で習う、はいはい、それはもちろん生で習うんだけども、はい、部活だってあるしあのがが、まあ、なんていうの、クラスでの活動もあるし、いろんなことありますよね。はい でしかもなおかつそうは言ってもやっぱり生で習う,習うその生の先生の方がインパクトは強いと思うんだけど、はい、それも、はい、あのオンラインであれば、はい、全ての教科、はい、全ての都立にいる全ての先生を自分も、はい、あのバーチャルの先生にできるって素晴らしいというふうに、はい、あの思ったんだけどこれは、はい、あのなかなかねあの抵抗も激しいと思うんですがそこをその野村先生は一歩一歩進めてらっしゃるように聞いてますけどもどうですか、はい そうですねメガ都立構想と呼んではいるんですけれども、まあ、校長などはもう日比谷の校長も、あるいは西の校長も、あのその理念というか、非常に理解してもらってるんで、それはすごいなと、都立は一緒になって、ですね生徒をと育てるという,、うん、いうことですので、それい大いに賛成なんですけど例えば時間割がじゃあどうなのかとか。うんうん いいろろ先生によってはやっぱり職人職人さんですからね先生はね自分の手法を簡単にそう、ね、あの見せたくないというのもあるんでしょう<ー>そういったところの壁っていうのはありますねでもこれはあの僕は本当に素晴らしい構想だと思うんで、はい、あのー、まあ富士山五方目まで鉄道っていう富士山岳鉄道の構想もあるてすばしいと思うんですがはい、はい、同じぐらいね、はい あの富士高だから言うわけじゃないんですがはい、はい、富士高校初で、はい、あの都立構想い一歩でも二歩でも、ね、進めば、これだって誰が考えても、どこのおお都立高に入っても、都立全体の先生を味方につけられるって、はい、最高の話だと思うので、そうですね、まあ、おそらくこれできるとしたら、はい、あと4、5年でこれが実現するとしたら、もうあの野村校長の力を持ってしかないと思いますすねね野村さんのででそうすね。 一個言っ今、教員が難しいなら生徒を巻き込めということで、うちで,です、ね、あの例えば、難関国立大学を目指している生徒を集めて、ネットでいろいろと課題を出して、それを解かしてるんですね、そこに日比谷だ、西田の生徒を混じってやろうということで動かしてますんで、うん、あそういうことで取り組んでいこうと。そそうかそうかか まあ、例えば灘校でも、まあ、都立は山高校でもそうでしたけれども例えば東大を目指すあるいは東大の経済を目指すっていうと、はい、結構図書館で、うん、あの一緒になってその問題の傾向を教え合ったりとかはい、はい、それがやっぱり受験に勝つ一つの秘訣でもありますよねはい、はい、チーム戦だったりするんですよねだからこんが強かったりするんだけどそれを要するにネットであの都立高校の枠を超えて そのい一緒にある目指す大学があれば一緒に戦うんだみたいなここういういとですかそうですねなので教員には課題は出してもいいけど教えるなって言ってるんですよ。なるほど自分たちでと解き出すから自分たちでいろいろとやり出すからその力が大事なんだということは言ってるんですね。なるほどこの校長の魅力でまた藤子にあの応募者が殺到しそうな感じじゃあ最後にですね小倉、はい、先生からお題を出してもらいたいと思います。はい はいお願いしますはいあの藤原先生ねスズメってたくさんいますよねはいスズメがこうなくなっているところっていうのを見たことないんですよこれ子供の子供らずっとこれが不思議であの例えば道になんか落ちてるとかですねなんか落ち葉の横になんか死んでたとかそういうの見たことないないですよね生きてるスズメはたくさん見るけどあれだけいるのにないですよね これネットでね調べたんですよ。はい。これが出てこないんですよ。<laughs> なぜか。面白い。うん、このこの時代にですよ。ね、ネットで何でもこう与えられるのあの正しい情報から本当に疑わしい情報まで何でも出てくるのに出てこないんですよ。これが不思議でここになんかねこれからの教育のヒントがあったりするんじゃないかと思ってるんですね。なるほど。 すごいこの辺そうですよねそうですよね見ないですね見ないですよねああそうかはいどこにいどこに行けばそう亡くなってる姿見れるのかどどどこで死ぬのかそうですよね死場所はどこなのかみたいなねはいこれないですねないそうなんですよ巣の中かどうなのかでも骨になったらどっかに骨が山のようにあったりするのかなとかね あるんですけども全然ないですよね。ない。分かんない、よね。まあどこにだって探しに行けばいいか分かんないです。それ要するに、例えばグーグルに「すずめどこで死んでんの?」ってでも出てこないわけですね。え、出てこないんですよ。これが今日のお題ですね。そうですね。そういう問題をもっとあるだろうと。そうですね これ結構ね調理だけの学校の皆さんにとってもね、はい、これね今まで出た最高の難問かもしれませんねそうそうですね検索しても出てこないという示せはいこれすごい問題ですこれ <laughs> もうまさに哲学的問題ネットでねそれ,それを あの皆さんが投稿しますよね。はいはいはい。はいはい、例えば入れてみて、はい、それで答えが出てきちゃうやつはダメですよ、ね、ああそうですね。はい。簡単にパッと出てきます。えっと、て出てこない,、はい。はい。なんかこういうのあるんだけれども疑問のまま終わっているとかね。はい。いやわかりました。はい、これはあのさすがです。さすが校長会長。いやいやいや。<laughs> ということで、はい、あのまたあの、それでは、えー、野村校長といろいろ、ね、はいろんな縁がありますので、はい、ごしながら、えー、このお教育改革を進めていきたいと思います、はいえー。では、今日はありがとうございました。もでは、最後にですね、君にならできるをですね、はい、もらいたいと思いますので、はい行きますよ。はいはい、君ならできる。